はい、ポートアイランドステークスということで、中京の方のメインですね、ディステッド競争の方、こちらね、予想していきたいと思います。中山メインは今回 G1 ということでね、メインチャンネル、ふれがみ TV の方でアップしてますんでね、こちらのコミュニティ欄の方にでもね、詳細上げておきますね、ということで、今回なんですけども、軸、まあね、中山、中京のマイル戦左回りというところもあってですね、まあ、この辺のコース校舎っていうのも、しっかりとね、見ていこうって感じで、こんな感じでいきたいと思います。まあ、軸は2番、フォルコメン。こちらね、前、ネット競馬想定だと5番人気だった馬ですね。休み明けを一つ叩いたという感じで、今回ね、ネット競馬の想定人気順上位の馬がね、ちょっと金層どうなのかな。まあ、確かに実績は認めるからさ、っていう馬が多いんだけど、まあ、そんな中でですね、まあ、休み明け一つ叩いて、まだ、そんなに調子も崩してないよね、指数的には出てるじゃんというのがね、この馬かなということで軸でいきたいと思います。まあ、このコースでオープン入りした馬ですし、まあ、重賞2着の実績は、まあ、一番硬いでしょう。まあ、そして1番のカイザーバローズ、アルサトワに勝ってのオープン入りってあたりね、まあ、このメンバーの中でも、まあ、確かに上位の存在ではありそうなんですよね。まあ、前走ただしんがり負けっていうのがね、さすがに気がかりで、紐までの評価でいきたいと思います。まあ、そして7番ワールドバローズ、想定2番人気、4走前。この馬もね、中京のマイルで勝ち上がってのオープン入り、このコースでオープン入りとなっております。まあ、休養前メイケイエールに1馬身差で迫ったことを考えると、この馬軸でもいいのかなみたいな感じにもなりますが、まあ、フォルコメンと迷ったのはこの馬ですって感じでいきたいと思います。まあ、そして9番のアルサトワ、まあ、昇級初戦でリステッド勝ち、まあ、前走大敗したもののね、鉄砲実績もある馬なんですが、まあ、その前のね、準オープン足踏みの中でカイザーバローズにも負けているというあたりをどう見るかということで、紐までの評価でいきたいなということにしております。まあ、で10番のシャイニーロック、まあ、昇級までね、時間はかかった馬なんですが、まあ、時計はね、優秀な勝ち上がり、前走勝ち上がってきたのは札幌芝1500のコースで、まあ、内枠有利のコースでね、真ん中あたりの枠だったんでね、枠のある程度不利にもめげずにみたいな勝ち方だったと見て、まあ、買っておきたいなというふうに思っております。まあ、そんなわけでね、G1 の方はメインチャンネル、ふえがみ TV で、そしてこちらではその他ね、海外重賞だ、海外のね、レースだったり、まあ、JRA のレースだったり、地方のレースだったり、もろもろやっておりますので、それぞれチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上。